東広島市で開かれた野球教室で子どもたちを指導したのは磯村義隆捕手らカープの選手5人です。そうそうそう、相手の胸に。この野球教室は野球を通じて将来を担う子どもたちを育成しようと JA 共済連広島が毎年行っているもので、今年で14回目です。今日は県内の少年野球チームからおよそ170人の子どもたちが集まり、投手と野手に分かれてピッチングや守備などの指導を受けました。子どもたちは憧れのカープ選手を前に最初は緊張気味でしたが、実技を交えた指導に熱心に取り組んでいました。そうそうそう、こっち見てこっち、そうで振る、そうそうそう、前向いて振る、そうボールの握り方とか教えてもらいました。球が速くなりそうです。試合とかでも、まあ、アウトに取れたり、まあ、打つときとかも使って、まあ、行きたいです。